本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーさあ、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。パソコンを使う際、とても便利なんだけど、場所によってはかなり制限をされてしまう。マウスの存在、なんかいい方法ないかなと思った瞬間はございませんか？指先だけで操作を直感的に行うことができる驚きのリングマウスを紹介します。開封の儀、こちらでございます。正面、裏、開けていきます。取説はなし。タイプ C ケーブル、これくらいの長さです。そしてこちらが本体。おお、重さ 25g、 とても軽いです。ボタンは4方向。そしてこちらがマウスカーソルですね。こちらオフ12と書かれてます。でこちらタイプ C 端子、表はツルツル、裏はソフトな肌触り。こちらホイール、リングマウス、何ができるの？こちらのリングマウス、会社でのプレゼンはもちろん、家でながら操作ができます。パワーポイントなどでページ送り、ページ戻し、フルスクリーン操作といったプレゼン操作も簡単に指先で行うことができます。はい、それではですね、リングマウスを使っていきたいなと思います。まずはこちらですね、電源を入れます。スイッチオン、設定から Bluetooth でオンにします。さあ来るか。はい、来ました。 400mAbt ペアリングオン。はい、というわけで今つながりました。はい、Yahoo ページです。お、上、上、下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 。はい、スマホに関してはこの上下、これができます。はい、こちら今認識しました。では選択していきます。接続。お、動く。難しい。このスライダーですね。このスライダーをこうやることで下を押したらパッパッとこう動きます。ファイルボタン、慣れて簡単に音量の上げ下げ、下を押すと音量が下がります。上を押すと音量が上がります。ここにパーセンテージが出てきます。操作方法、仕様について、こちらのリングマウス、接続には面倒なレシーバーなどは一切不要。繋げたい PC やパソコンと Bluetooth 接続だけで超簡単に繋げることができます。こちら接続できる範囲は 10m まで。充電は Type-C の充電ケーブル、 USB です。本体こちらです。気になる連続撮影時間は約34時間。なお電池の消耗を防ぐスイッチも付属しています。2つのモード、操作方法について、こちらのリングマウス、マウスモードとスワイプモード、2つの操作モードを切り替えることができます。まずはマウスモード、こちらリング部分を指先に装着するだけ。こちら親指1本でマウスポインターを操作することができます。中央のスティックを傾けることでカーソルが動き出します。こちらです。体感としては動いている感はあまり感じられません。マウスモードは左クリック、右クリック、ページアップ、ページダウンなど基本的なマウス操作ができます。またドラッグ&ドロップ、こちらも対応しています。これによってフォルダやファイルの移動なんかもこのリングマウスで行うことができます。続いてスワイプモードについて、このスワイプモードは簡単に上下左右へのスワイプ移動ができます。こちらはショート動画の視聴や電子書籍を見る際に使うととても便利なモードです。こちらについているホイール操作により滑らかにスクロール、スワイプにも対応しています。操作としてはまず上ボタン1回押しがページアップ、長押しがフルスクリーン、再度長押しすると解除されます。続いて下ボタンは1回押しがページダウン、長押しがブラックアウト、同じく再度長押しが解除となります。
ちらのリングマウス、いかがだったでしょうか。職場やプレゼンの場で半径10メートル範囲であれば、わざわざ移動してマウスを操作しなくても、このリングマウスがあることによってページ送り、ページ戻し、フルスクリーンといった簡単な操作を指先で操作を行うことができます。またマウスが使いづらい環境だったり、ご自宅でリラックスした状態で電子書籍、漫画の閲覧や動画視聴などスマホを操作しないで、このリングマウスを用いることでスマホを触らず直感的に操作を行うことができます。このリングマウス興味出ましたら、ぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。リングマウス、いやーいいものありますね。とても便利なガジェットです。あと値段もお安いのも魅力的です。本番いきます。よー、そしてこちらが本体でございます。場所によってはかなり動きがですね、指先だけでリラッ中央のスティック